陰形腸腹症、または二陰形体とは、男児が二本の陰形を持って生まれる疾患である。極めて稀な障害であり、ヨハネス・ヤコブ・ウェッカーによる1609年の最初の報告から100件程度の症例の記録しかない。米国においては、550万人に一人の発生率である。陰形腸腹症の症例では、しばしば腎臓、脊椎、膠腸、 肛門及び直腸の重複のような先天性異常を併発し、二分脊追症のハイリスクとなる。陰形重複症や、これに関連する疾患を持って生まれた、新生児は、腎臓、または肛門及び直腸の重複異常による複雑な内臓構成を持つため、これらの臓器と関連する種々の感染症により、死亡する率が高い。 妊娠23日目から25日目の胎児において、生殖結節及び直腸から胎児中肺葉の EN コドルセルマスが、尿性食道として分離神経を形成する過程で、損傷、科学的、ストレス、ホメオボックス遺伝子の変異による異常形成などの影響により発症すると考えられている。この稀な症状は、豚やその他の哺乳類でも記録されている。 陰茎腸腹症は医学的状態であり選択的手術としての身体改造である陰茎分割と混同してはならない。陰茎腸腹症の男性が両方の陰茎を使い素晴らしい性生活を送る多くのケースが存在する。陰茎腸腹症の男性のうちのいくらかは女性のパートナーとの間に子供を設けている。陰茎腸腹症の父親を持つ男児の多くは 通常の陰形を持っている。ありがとうございます。